I'm with Suda 51, and big year for you, Suda 51. I think one of the last times we saw you was on stage at the Nintendo Switch press conference, and now we know that we've got a new No More Heroes coming out. Congratulations. That's fantastic. Oh, thank you so much. Thank you. Yeah. Are you happy that not everybody's going to be asking you, when's No More Heroes coming back? Yeah, やっとだからファンのみんなとかに回答できることができて本当は安心してほっとしてますね。 Yeah. はい。で、僕らの想像する以上の反応がすごくあって、まあ多分初めてなんですけど、僕のゲームだとそのツイッターのなんかワールドのトレンドのトップ10入ったりとかちょっとこれまでない事態が起こってるので、まあすごく興奮してます、僕自身も。 What do you think it is about No More Heroes that has really resonated with players and fans out there? まずはトラビスの魅力は大きいとは思うんですけども、トラビスと戦うやっぱり殺し屋たちの魅力もありますし、まあそれこそ小崎さんそれ小山さんっていうあの一緒に作ってきたデザイナーの人たちと一緒にキャラクターを作り上げていって、でそこのキャラクターにみんなで集めを持たせて、だけどトラビスと戦うことによって死んでしまうんですね。必ず死を迎えるっていう、 そこの儚さ、切なさみたいなもの、あと死というものが常に存在するノーマーヒーローズという世界観というものに何かみんな好きになってくれた要因なんじゃないかなというふうには思ってますね。 Well, we're starting a whole new season with the new No More Heroes game. What's it called? What's the new No More Heroes game called? 今回の No More Heroes の新しいタイトルは Travis Sykes Again というタイトルです。要はNo More Heroesが後ろにつくということは So tell us some of the new play styles, new mechanics, the new gameplay that we're going to have in Travis Strikes Again. そうですね。まあいろんな新しい挑戦を今回してるんですけれども、まずノーマヒーローズと違って、まあどういうのかな、まあこれまでっていうのは殺し屋同士の戦いだったんですよね。で、今回はそうではなくてビデオゲームの世界、デスライブマーク2というゲーム機、幻のゲーム機があって、発表されたんですけども実は発売されなかった。なぜかというと非常に危険なゲームで、 遊んでしまうとゲームの中の世界に入ってしまうっていう、まあそのゲームをトラビスがたまたま見つけて、でトラビスとバットマンという新しいキャラクターが登場します。彼と2人でこのゲームの世界に入っていって6つのゲームのワールドを遊ぶんですね。まあ遊ぶじゃ戦います。そしてプレイヤーはその6つのゲームの世界の中でトラビスとなって、そして I always love your subversive kind of take on everything. I think it's wonderful. I think your voice is very distinct and important and valuable in our community. And I guess what you're trying to create here a little bit is maybe some kind of commentary on our obsession with video games. And I guess it will play out a little bit like a game within a game is the idea. Yeah. うん、まさに毎回すごい反動でゲームを作るんですけども、その反動っていうものの一つの中に、やっぱり少し一つ前の仕事の反動が次のゲームの仕事にやっぱり自分にとってはすごく跳ね返ってくるというか、まあいろんな反動があるんですけども、まあレッドトゥダイの仕事の時にやはりそのデスライブ1ニッパーというゲーム機の世界が一つテーマになってるんですよね。でレッドトゥダイの中であったそのゲーム機を 媒体としたプレイヤーがその遊びをするという、その延長をもっと深く掘り下げたいなと思っていて、でそれを今回のNo More Heroesのテーマにしたいというか、なんとなくこう合致したんですよね。トラビスの復活と、で彼がまあそのデスライブ1ニッパーではなくて、その前身となるデスライブマーク2というハードのイメージが出来上がって、でそのさらに先にデスライブという元々アーケードゲームがあって、 それが母体になってるんですよね。そこからゲームのハードになったみたいな、そのいわゆるデスライブという歴史を一回僕の中で作り上げて、でもそれはビデオゲームの歴史と何かちょっと紐づけたりとかっていうことが、何かそう自分にとって今やるべき仕事なんじゃないかなっていうのもあって、すごくなんか大きなテーマになったと思います。はい。 Well, let's stay on this history topic here for a second, because when you first launched No More Heroes, it was published, I think, by Ubisoft. It was a big publisher that you partnered with. And then No More Heroes 2 came out, and it was also a published console game. But now you're entering into the realm of Grasshopper self-publishing. The world has changed a lot, and I'd just love to hear, you know, some of the things that you have learned and have gone through, and how you're kind of entering into, you know, publishing and the new video game universe that's out there these days. まあもちろんUbiと仕事をして、でまあそれによってNo More Heroesがすごく有名なタイトルになって、まあWii の中で成功して、でその後今度EAと仕事をして、このWarnerと仕事もして、
で海外のパブリッシャーと仕事するっていうことがすごくこう当たり前になっていった環境の中 で、まあ、すごい大きなサイズのゲームをたくさん作っていったんですけども、やはり、僕の中でノーマンヒーローズのちょうど頃ですよね、1が僕にとって最後のディレクションだったんですけども、その時にやっぱりチーム作りというか、自分がこれまでビデオゲームの、仕事をしてきて、自分自身のチームで自分のゲームを作るというスタイルっていうものを、まあ、10年ぐらいやってなかったんですよね。だけどもう一回その場所に戻りたいというふうに思ったんです。それは、やっぱり去年パックスだったりとかいろんなゲームショーに参加して、いろんなインディーゲームを見て、でインディークリエイターと会って、彼らからすごく刺激を受けて、やっぱり自分も自分のチームでゲームを作りたいなっていうのが、本当去年からすごくこう自分の中で高まってきた感じがあって、で それがすごくいいタイミングで今回のトラビス・ストライクス・アゲインにつながっていったっていうのが、なんか自分のここ数年の出来事だった気がします。ノーマーヒローズ1から今に至るまでっていう。Has No More Heroes been ever present in your mind? Has it because you've made other games since then and they've been really fun and really cool ideas and concepts and great to see you stretching out and trying new things, but has No More Heroes been kind of an obsession for you that you've been waiting for the right time to go back to? Yes, No More Heroes だけは自分の中でずっとやっぱ続編は作りたいゲームなんですよね。で、トラビスがなんか常に一緒に生きてる感じがあって、やっぱあいつは今何してるんだろうって、なんかトラビスは自分の一部でもあるんですけども、でどっかにアメリカのどっかにいるんですよ、こいつは。だその感覚がすごく常にあって、だけどなんとなくタイミング合わないと まだ俺の復活じゃねえよなみたいな、なんかそういうのをなんかやつとこいつとすごくいつもたまに会って話してる感じはなんかあるんですよね。でお互いなんか今だよねっていうのが大体去年のタイミングですごく波長があったんですよね。You've got an association now with the Nintendo Switch. Is this going to be a game that's just for the Switch, or are we going to see this on other platforms? Ah, もうスイッチですね。もうスイッチできます。もちろんです。はい。What are your thoughts on the Switch? It was exciting for fans of you, like myself, to see you on the stage at the reveal earlier this year. What do you think of the machine? It's obviously had a great launch and a great start. What are your thoughts, though? Switch に限らず、Nintendo ハードでゲームするのってすごく楽しくて、キラーセブンというゲームで、まあ僕の場合はスーパーファミコンの時から開発をしてるんですけども、スーパーファミコンの開発もすごく楽しかったし。まあ、64は作ってなくて、でゲームキューブでキラーセブンというゲームを作って、で Wii でノーマンヒーローズを作って、で毎回やはり任天堂のハード、そしてデバイスって毎回新しい挑戦があって、で発明があって、でそれに対して僕らゲームデザイナーはどんなこうアンサーをしていくのかっていう、まあ、その戦いもそうだし、なんかそれがすごく楽しいんですよね。やっぱり任天堂のハードっていうのは何か新しい発想を生み出すように何かゲームデザイナーにこう挑戦してきてる感じもすごくあるんですよね、毎回。なので、まあ、本当にスイッチを初めて NX 時代に見せてもらった時にもうすごく興奮しましたし、ああこれだと、このハードとやっぱ数年間一緒に共にしたいってやっぱすごく感じました。